春日ガノベアは、日本相撲協会に所属する、出和会一門の相撲部屋。1925年5月場所に現役を引退した、出和の海部屋所属の横綱、栃木山が、引退に伴い自身の養父である行事、木村宗志郎が所有する年寄り名跡を継承して、年寄り、八代春日ガを襲名し、当時、分岐独立を許さずの不分率があった。 ではの海部屋から例外的に独立を許されて、春日野部屋を創設した。八代は、横綱、土地二式などの関取を育て上げた。八代は1959年10月に成去し、それに伴い、部屋所属の横綱、土地二式が、現役力士のままに枚観察で九代春日野を、襲名して部屋を継承した。九代は1960年5月場所に現役を、 引退して年寄り千人となり、以降、師匠として横綱、土地の海や、大関、土地光、関脇、土地あずま、関脇、土地関城、関脇、土地の若などといった多くの関取を育て上げた。約30年にわたり、師匠を務めた九代は1990年1月に、成去し、それに伴い、部屋付き親方である九代中立が十代かすがのを、 襲名して部屋を継承した。十代は、関け土地のだや小結、土地の花などといった関取りを育て上げた。その後、十代の定年退職を1ヶ月後に控えた2003年2月に、部屋付き親方である十七代竹縄が十代と、年寄り名跡を交換する形で十一代春日のを襲名して部屋を継承した。十一代はこれまでに、土地王山や土地の神 土地の和歌などといった関取を育てている。部屋には、海祖の栃木山にちなんで庶名に、土地の字が付けられた力士が多い。ただし、土地あずま大、広市のように、土地がついても、春日野部屋の所属でない力士もいる。1938年5月場所以降、1967年9月場所を除いて、幕内力士を絶やしていない。2012年2月13日に、 旧、タゴの裏部屋の師匠である14代タゴの裏が、急成したため、同年3月場所前に、幕内、青山をはじめとする力士3人が、同部屋から加わった。2013年1月28日には閉鎖された旧、二所の関部屋から9代富士が根を受け入れた。同年10月3日には閉鎖された三穂が関部屋から、幕内、アランをはじめとする力士6人や行事など、 計2017年1月場所の番付で、高砂部屋所属の関取が1878年、以来138年ぶりに不在となって、以降は、このカスガノ部屋が最も関取が継続している部屋となっている。2018年1月場所で土地の新が幕内最高優勝し、同部屋では、仙台土地あずま以来46年ぶりの優勝力士が誕生した。 なお、現在までにカスガノ部屋からは、玉ノ井部屋、イルマ川部屋、地下の裏部屋が、分家独立を果たしている。現在の部屋家屋は、土地価格の異常高騰化以来相続に莫大な税金が発生するため、旧代カスガノは両国に部屋を、残す手段として所有権を不動産会社と分け合う、等価交換方式を採用して部屋を建てたものである。1階は稽古場、2階は大部屋。 3階は11台、カスガノの自宅、4階以上は分譲マンションになっている。横綱大関関分け小結前頭。ありがとうございます。